名主の滝公園は、東京都北区元町一丁目にある区立公園。江戸時代に、王子村の名主、し、畑の孫八が、屋敷内に滝を開き、茶を栽培して、秘書のために一般に開放したのが始まりで、名前の、名主はそこに由来する。明治中期には、貿易省、柿内徳三郎の所有となり、栃木の塩原の風景を模して、庭石を入れ、山もみじなどを植栽。 英流を作り、一般に供した。1938年には株式会社西洋県が、買収して、食堂やプールなどを営業していたが、繊細で消失。その後は、荒れ果てていたが、東京都が土地の買収と橋や、あずま屋などの修理を進め、1960年に、都の有料公園として開園した。1975年には、帰宅に移管された。 園内は、海遊式の庭園となっており、小滝、目滝、とっこの滝、夕玉の滝の四つの滝が復元されている。これらの滝は、地下水をポンプで汲み上げて、水を流しており、滝から流れた水は、小川となって、園内を巡り大小の池に注いでいる。一時、園内に人工飼育し放流された平家ボタルが自生している、ことが確認されていた。夏には、 ホタルの観察会も催されていたが2011年以降、中止となっている。入場料は無料。開園時間は9時17時。園内施設として、茶室、集会室などがある、名主の滝老人遺いの家がある。本公園には戦前、名主水泳場が存在し、この水泳場にて1941年9月に、 東日本記録会と題して、小島康彦など、当時のトップクラス選手による公式大会が実施されたことがあった。現在、北区では撮影ロケ地としても当演を紹介しており、映画、光線返りの主題歌で、柴崎港が類名義でリリースした、ガツの雫のミュージックビデオのロケ地として使用された実績がある。ありがとうございます。